今回はですね、四国の高知県の、本川村とともに中之川川という川があるんですが、ここがですね、我が国では、最初と言っていいんでしょうね、初めてのこの毛針フライフィッシング、専用のエリアとなりましてね、今大変話題になってるわけですよ。そこへ、禁漁直前、今もう11月のもう10日過ぎなんですがね、禁漁直前にやってまいりましてね、どんな川かを、じっくりちょっと紹介してみようということなんですよね。それで、ここを紹介するにあたりまして、ゲストをしましてね、この中野川クラブの、野崎さんにですね、今回一緒に釣りをしていただきます。野崎さん、ずいぶんこの川話題になっていろんなところで紹介されましたよね。そうですね、結構全国的に波紋が広がってるみたいですね。結構遠くから釣りに来られた方いらっしゃいます？そうですね、関東の周辺の方が結構多いですけどやっね。ぱ関東多い。私も8月にちょっと来て、そうですね。ちょっと驚きましたけどね、台風の次の日に釣りをしたら、ドライフライにバシバシ出るんで、このクソ暑い8月の炎天下によく釣れるなって、それがちょっときっかけでね、今回もなんか、これはかなり釣れるぞと意気込んできたんですがね。さて、これ今ちょうどその11月入りましてね、禁漁直前ということなんですが、ヤマメって、アマゴってほら、こう産卵期がありますよね、秋にね。そうですね。それで秋になると、この婚姻色が出たりだとか、その産卵の影響なんかが出るんじゃないかって、ちょっと懸念してるんですが、その辺いかがですか？婚姻色が出た魚はもうそろそろ出てきてますけども、それと産卵床を作ってるやつも結構います。でも、ドライにはバシバシ出るし、水温がまだ10度ぐらいありますから、なるほどね。十分いけると思います。日本の川はですね、秋になりますと、9月の半ばすぎるとほとんど禁漁になるもんですからね、我々その日本の渓流でこの紅葉の下でね、釣りをしたことがあまりないんで、すごくこう新鮮な気がいいすでるんですすがよ。ね、いいもんですか。楓が落ちてるところで、ロッドを振るというのは、なかなかおつなもんですよね。アメリカの東部の川なんかこういう状況がよくあったりしてね、向こうじゃこうちょいちょい目にかかるんですが、どんなふうになりますかね。もうこの時期でもドライフライにバシバシ出るとおっしゃってますんでね、これからちょっと釣りをしてみます。11月の10日11時に休憩しましたと。ここに何月何日の何時に入りましたというのを書いてですね、ここへ止めておくんですって。そうすると後から来た人がこれを見て、参考になるんですね。あれ、反対か、こうやるんだ。で、これを見て、ここ入ったばっかりだからちょっと上行こうとかね、下行こうとかいう、面白いシステムがあるわけですけどね。うわ、いきなりすごいプールだね、これ。これ上行けますかね。いきなりすごいプールじゃないですか、これ。水が多いと、ここら辺りはちょっと厳しいあれ、あそこで行き止まっちゃうんじゃない？いえ、すぐそっちから。あれ、行けますね。
すごいね、描かれますから。ほほほ。まあしかし水のきれいなこと。しばらく渓流を歩いてないと。あれライズかな。あ、ライズしてる。違うかあれ。あ、ライズした。あ、ライズしてるね。いいでしょ。ライズしてますよこの時期に。ああいうだけど野崎さんプール結構難しいでしょ。そうですね。ここの魚そうでもないのかしら。いや、やっぱり結構難しいです。流れ全然ないもんね、今あの一番奥のところでライズしましたね。待てよ、見せていただきましょうか。ライズ見るとなんかゾクゾクするね。この流れ出しなんかにも魚ついてそうだな。いないね。普通秋ってほらこういうところでつくじゃないですか、ええ、流れ出しに。ここはいないですね。丸見えだもんな。あ、いたいたいた。あ、逃げちゃった。いね、行けねえ。一匹いたわ。ははははどっちやります。あんなところライズする、ええ、あれはだけど半端なフライじゃ食わないな。ミジかな。あれやるんだったらこっち向こうに渡った方がいいですね。そうですね、うん、その下の背なんか楽に釣れそうだけど、うん、どうします。そこやってください。それをそれ、ええ、あそこ一番いいところですか。あっちからあそこやった方がいいかな。はい、そうですね。あっちからあらとってね、うん、ああいうとこのやつってだけど、ま、どん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 、うん、こっち側にもいますし、こっち側にも、あの岩の下に、あ、ええ、岩のなんかデリケートなんだ、大事だね、あれ。いや、いいでしょう。なんだなんだ、いっぱいじゃない、うん、いっぱいいますよ、群れになってますから。参ったね。西山さんのフライ待ってますよ。いやー、またないさ、すごいね。この時期にだけどライズしてるってのはすごい。あ、やろ、もうイライラしてきた。あれだけど、そのでかいサイズで出るんですか。やってみてください。やってみて。こういう澄んでる川って意外に入ると深いんだよな。普通だとこういうところにいるんですよね、秋の魚はね。僕はちょっとこっちやってみましょうか。下の方。そこのやつはなんか言うとポンときそうだね。あそこでライズする。もう木が問題だ。この辺から攻めるしかないな。え？あそこでもないか。そう。この木をかわす。何、もう釣れちゃったの？一発。ああいうとこの魚は楽に釣れるんだよね。ポーンと投げて一発で踏んだ。最速はでかいの。ああ、結構大きいね。ちょっとやっぱり、あ、錆びてますね。こういう何、ニーフ？いや、ニーフじゃないです。今じゃ、今じゃで、はい、またデリケートな釣りしてるね。こういう川でこういう釣りするわけね。食いやすぎて飲まれちゃってるよ。一発ですよ。やっぱりちょっとやはり好飲食ですね。オスだな、うん、こういうとこは釣れるのは分かる。よし、あ、結構でっかいメイフライ流れてる。ほら、ああ、ね、なんだろう、まだらかげろかな、うん、結構大きいですよね。大きいね、これ、うん、
こういうのはいるんだろうな。行きゃいけないけど、もういない。普通だったらこういうとこで食うんだよな。ここに入って、これやっぱり4番ぐらいアタックラインやと無理かな。一応攻めてみるか。結構メイフライ出てんだけどなかなかいい加減なパターンで出ませんわもうちょっと長屋の子早い浅いとかやりましょう。ダメか。やっとかかったよ。ああ、外れた。やっと出たので外れちゃった。いやいやいや。なかなかのもんですね。なかなかの川だから、中の川が熱いのかな。中の川ですね、これは。足当たるから誰かやったばっかりなんだけど、それにしても早い。圧倒的脂っぽいの中にアマゴがいるんだよな。これじゃ出ないだろうな。あ、あれアマゴだ。あれはあれでね、本当はミジでやれば釣る方あるんですけどね、今日はとりあえずもうウォームアップなもんですからね、14番のヘアカジスでちょっと強引に通してみます。普通だと出ないんだよな。今日はだけど普通なんだよな、この川。なかなかの川ってやつだな。あれが全部アマゴと思ったら違うんだよね。ちょっとちょっと、うまくターンしないな。チペット変えなきゃダメか。リーダーを変えないとターンしない。見に来てる。あー、食え。見に来るんだけど食わない。
産卵終わった魚がいるな。ごめんよ、脅かして。あ、イワナですよ。四国のイワナ。ほら、ねえ。これはもう15年ぐらい前に放流されたやつが、わずかに残ってると言われてるんですよね。それが釣れた。だからもうヒレもこんな大きくなっちゃってるし、全然これもう放流の魚とは違いますよね。なんと中野川側で、ここはアマゴの川なんですけどね、どうも先行者か密漁者かがどうもいるらしくて、アマゴを釣り切ってたらしくて、脇の方の変なところでイワナがやっと一発出ました。どうもこれ人の入ってない荒らしてないところ釣らなきゃいけないかもしれないですね。驚いたな。いやー、これは腹かいからこう沢から出てきたんでしょうね。沢から出てきてうろうろしてたら私に釣られちゃったんだな。一応どっち行くかな。さて、ここはどうかな。いい場所はたくさんあるんですけどね。魚が見えそうだろうな。秋はああいうところにいなきゃいけないんだな。
ちょっと油断したられたな。お、上釣れたんだ。アマゴかな。アマゴ、アマゴ、おめでとうございます。よっ、この辺はいるみたいだね。少しメスっぽいけど、綺麗で。今あそこで2回出たけど合わなかった。小さいですよ。うん。魚綺麗ですね、だけどね。えらく。通り魚って感じじゃないね、どうにしても。さっき野崎さんが釣れたのはですね、ちょっと小さなスポットから彼は釣ったんですが、釣り方としてはイマージャーをですね少し沈めて、その上にマーカーをつけて、小さな落ち込めのポケットの脇をあの人は丹念に探ってって釣ってるわけですね。で、僕はこの日こういう岩の下だとかですね脇を攻めてるんですが、これやはりその秋の渇水でですね、どうも流水に魚がいないというところからこういうところを攻めてるわけです。で、夏はですね、これより水位が15センチぐらい高くて、もっと流れの水位でですね、この川はバシバシとドライフライに反応してくるんですよ。これはまあ、秋の渇水だからこそこういう狙いをしてるわけですね。さすがにもう11月ですからね、この錆びてますね、これね。オスっぽいです。だけどこれあれですね、放流魚と思えないですね。ヒレなんか完全再生しちゃってるし、あと視点がこの上の方まであるしね。これ四国のアマゴの特徴なんだけど、この辺の。いやー、いや、ちょっと視点が綺麗ですよ。いれば出るって感じだね。当たり前だけど。心配しちゃったらもう部屋数して出ないんじゃないかと思って。皮一枚。さあ、あんた産卵に参加しておいで。オスだからこいつは生き延びる。おお、早い。出るとすれば脇の方。さっきの魚、それのもうちょっと下流の石の裏で出たんですよね。
今の魚釣れたのはここなんですよ。もう魚が見えないからいないわ。ああいうとこでバカッと来なきゃいけないんだけどな、生きのいいやつが出てこない。あとはこの世話器だね。で生まれ育ったイワナが釣れるっていうことが分かってきましたね。ほら、いや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 、このヌメヌメした跡とか、こんなヌメヌメしたイワナはしばらく触ったことないな。中野川川のこのフライパターンなんですけどもね、まあこれはどこの川でもそうなんですが、基本はマッチザハッチ、つまりその今出てる虫、今そのアマゴが食べてる虫に合わせるということなんですがね、まあおおよその傾向をこれから紹介しておきますと、春先はやはりこの小さなユスリカから始まりますからね、まず初っ端非常にまあデリケートなライズを釣るにはですね、こんな風な、これはミッジピューパ、ユスリカのサナギのパターンなんですが、ミッジピューパの20番前後、まあ、静かなこうポツンポツンとしたライズを釣るにはこのミッジピューパでしょうね。これがまずシーズンのオープニング、いいと思いますね。そしてしばらくしてきますと、今度はコカゲロウだとかですね、カゲロウ、メイフライが出るようになってくるんですが、そうするとこの CDC のダンパターン、これはカゲロウのその羽化直後のですね、水面を流れるパターンなんですが、これのサイズにしますと14番、16番、18番ぐらい、まあ、このパターンおそらくオールシーズンですね、カゲロウの段を食べている時には通用するパターンです。でもう少ししてですね、非常に活性が高くなってきて飛びゲラが出たり、あるいは水温が12、3度に安定してきますとね、そうなってきますと、まあよく言われる、これさえあればいいというパターンなんですが、エルクヘアカジス、このエルクヘアカジスの、まあ、14番が標準でしょうね、12番でもいいし16番でもいいんですが、まあ、14番ぐらいのパターン、まあ、これは晩春からですね、秋遅くまでおそらく割と流れの速いところにいる魚に対してはオールマイティです。これはもう中野が以外でも非常に通用すると思いますね。でまあ、そういう時期でも、カゲロウ、突然カゲロウが出てきてカゲロウばかりが、食われるような状況があったりします。でそういう時に対応するにはですね、こういう、パラシュートパターン、パラシュートによる、まあ、ダウンおよび、まあ、スピナーもちょっと兼ねたようなパターン、グリズリーの、ハックルにボディはこれは、テープを使ってるんですが、パラシュートパターン、これはまあ春から秋までの比較的大きいカゲロウが食べられているような状況で効果があります。で非常に水にうまく乗りますから、流れの速いところでも
使いますね。それから夏の、例えば夏雨が少なくてちょっと渇水になってくるとか、あるいは秋になってちょっと渇水気味になって、陸生昆虫、カブトムシやらアリやら、その陸生の昆虫なんかが食べられるようになってきますと、こういうふうな、まあ、ビートル、あるいはそのピーコック、クジャクの羽を使ったこういう、まあ、陸生昆虫っぽいパターンですね。これの14番12番、まあ、比較的高水温の渇水期に、ちょっとした白い泡の切れ目なんかを流すには、こういう陸生昆虫のパターン、これが一時期非常に効く場合があります。で、秋が遅くなっていきますと、さっきのパターンが逆転するわけですよ。CDC 段になり、やがてはまたミッジピューパーになって冬を迎えるということですね。大体まあこの辺のパターンを持って、中野川に臨まれますと、ドライフライの釣りはほぼ1年間カバーできます。おっ、ちょっと、おった、ドライフライが釣った、よし、あー危ない、イワナかもしれない、いや失敗したな今。またこれはイワナっぽいね。イワナですね。ビカビカのイワナだこれ。ああ、イワナですよ。出方がどうもおかしいと思ったら、四国はアマゴの川のはずなんだけどな。イワナは変な脇にいるから、これやっぱり釣り残されちゃってんだね。ここでも大丈夫かな。釣れよ。ごめんなさい。よっ。参ったね。イワナ釣りになっちゃったね。いそうな場所ですよね。これ夏はこんなとこバリバリ釣れたんだけどね。この夏はバリバリポイント。こういう開けたところには全然魚が人がいないよね。見えてるもんな。本当はこんなとこ食わなきゃいけない場所なんだよね。今日はこういうとこいないんだよな。一応だけど騙されたと思ってチェックだけは入れていく。あれでブロックの船みたいだな。あそこに行って際ないるんだけど見えない。お、イワナ2ついる。追い切れない。あっ、加えたけど離しちゃった。全然フライ追い切れないですね。
害を加えて隠れちゃったな。いきなり食った。あ、びっくりした。いきなり食っちゃった、ね、よそ見してたら。またしてもこれイワナですよ。ほら、お腹の赤い。うわ、綺麗、すんごい綺麗なイワナだな、これ。真っ赤っか。こんな、これヤマトイワナだね。こんな綺麗。これちょっと写真撮りたいんですよね。いや、もうあいにくのお天気でね。そうですね。逆に春なんかったらこういう天気すごいいい天気でね、爆鳥パターンなんだけども、ね、やはりもう四五日でおしまいってことになってくると、魚もちょっとね、産卵してるやつがやっぱりいたりしましてね、なかなかこう口をつかないんですよね。この辺がなんか先週ぐらいまで良かったらしいんだけども、ね、結構苦労しましたね、今日は、うん、急にこのなんか2、3日の冷え込みで魚のパターンが変わっちゃったみたいな面がちょっとありますね、うん、そうですね。ところでこの野崎さん、この中野川のちょっとそのルールだとか、はい、まあ、いろんな、システムについて伺っておきたいんですが、はい、ここは一応そのフライ、毛針専用釣り場で行ってますよね。 そうです。それであれですか、あの確かに10匹まではどうしても必要な方は持ってっていいと。そうですね。だから完全にそのキャッチャーリリースをしなきゃいけませんよという川ではとりあえずはないと、はい。まあ、将来的にはそうなるかもわからないと思いますけれども、うん、今のところはそういうことで、うん、いや、とりあえずでは一応その定期的に魚を補充して、そうです。それでどうしても必要にしたら10匹持ってっていいよというシステムなんですね、はい。それであれですか、確かあの人数制限だとかがありますよね。はい、1日30人、30人、はい、うんうん、という人数制限ですね。それでこれ予約しなきゃいけない。そうです、完全予約制で。完全予約制で、はい、4日前まででしたら、あの郵送、あのそれの承認の郵送ができますので、はあはあ、できるだけまあ1週間ぐらい前に予約、うん、していただけるといいですけども、予約してするとこの赤い、これが送られてくると。そうそう隠れてるな。そうです。ということですね、はい。もろもろ の、うん、説明書とか、はあはあ、全て入れまして、本川漁港から送るようになってます、ね、はい。それでまあ最大で30人前と、はい。それでこう折り口がたくさんあって、はい、例のあのカード、はい、何日に何時にここ入ったよというこの書き置きをして順番に入ると、そうですね、ね。まあ、そこまで非常にこれは優れたシステムですよね、画期的なね。そうですか、まあ、人数制限というのはこうヨーロッパなんかでこうよくあるパターンなんですが、うん、日本では初めてでね、非常によくできたシステムで本当にびっくりするんですけどね、きめ細かすぎちゃって結構迷ってる人なんかいるじゃないですか。そうですね、あの戸惑う人結構いると思います、うん。それでやっぱり、例えば筆記用具を持ってないとかいうことで、その入刑衣装が貼られてないとかいうこともまあまあありますので、うん、将来的にはきちっと守っていただけるようになれば、かなりうまく回っていくと思います。なるほどね、はい。ここでちょっと付け加えておかなければならないことがあります。と申しますのは、平成6年の3月1日よりですね、ルールが若干改正になりまして、1日あたり入っていい人の数が15人までの完全予約制になりました。それと制限尾数がですね、30センチ以上の魚を1日5匹までと思い切り厳しくなっております。ご注意ください。引きが強いな、これ。擦れたかな。
麗なの。全然錆びてない。あ、擦れてる。じゃれついただけなんだ。お腹にかかっちゃった。ごめんね。綺麗なの。全然これ錆びて、あ、少し錆びてるけどね。これが中野川のアマゴです。いや、なかなかビュッと反転したから、くわえたかと思ったらくわえてないんですね。これ擦れてるんですね。こうお腹に乗っかってはたいたような感じで、やっぱりみんなこう釣ってはリリースしてるのかな。だけど釣られた傷何にもないの、口には。結構やっぱり学習しちゃってるんですよね。なかなか。パニック。いやー、これはなかなかもう頭が痛くなるぐらい難しいですね。今はね、20番なんですよ。これ20番のこのピューパーなんですよね、ユスリカの。それをちょっとこうボディだけ沈めて、こう水面直下流していくと、食ってくると。これも長良川のシラメ釣りの釣りに近いんですけどもね。まあ、秋は本当はこういうもんなんだけど、ここはこうじゃないのが売り物なんですけどね。やはりもうシーズン終わり、あと5日で終わりとかになってくると、なかなか残ってる魚は波じゃないですね。出た、やっと出た。出たまま絡んじゃったよ、木に。魚がかかったまま何かに引っかかっちゃいました。出たんだけども、またね、これくわえてないんですよね。スレなんですよね。だから飛び出してはくるんだけど、スレで食ってヒュッと入って木の枝引っかかっちゃって、動けなくなっちゃった。これなんか全然錆びてないね。参ったね。錆びてないアマゴは口にかからない。スレしか釣れない。私はうわさの中野川がいかがだったでしょうか。まあ、素晴らしい川ですね。水もいいし景色も抜群。まあ、ここは標高が高いものですからね、いいシーズン。ベストシーズンは5月から、まあ、10月ぐらいまででしょうね。とにかく7月8月でもドライフライにバシバシ釣れるという四国では非常に貴重な川です。そして他の川が禁漁になってからも、秋遅く紅葉の中でこういう綺麗なイワナが釣れるってことがこの時初めて分かりました。まあ、皆さんも機会がありましたらですね、ぜひこの中野川に挑戦してみてください。素晴らしい川ですよ。